明治維新前夜、長年にわたる鎖国を解き、近代化の道を探りながら新しい日本へと生まれ変わろうとする幕末の時代、坂本龍馬や海援隊士たちが起こしたドラマはいかがだったでしょうか。史実や文献、参考資料をもとにアニメーションとして龍馬といろは丸との関わりについて描いてきましたが、真相についてはまだまだ謎に包まれた部分がたくさんあるのです。いろは丸の積み荷は鉄砲であったと龍馬は主張するのに対し、米と砂糖であったと紀州藩は譲りませんでした。いろは丸が沈んだためにもはや証拠がなく、龍馬は持論を押し切ったと言われていますが、真相はいろは丸の引き上げにより解明されることでしょう。そしてそのいろは丸を引き上げようとする運動が始まったのです。昭和63年、魚群探知機で海底調査をすることから始まりました。そして現在までに4回の調査が行われたのです。海底からは様々なものが引き上げられました。引き上げられた鉄パイプなどの成分分析結果から、1800年代にヨーロッパで生産された鉄であることが判明されました。いろは丸は1862年イギリスで製造された鉄製蒸気船ですから、いろは丸の船体の一部なのではとの憶測が高まったのです。また昭和64年8月1日に水中考古学研究所が発行した宇治島沖沈船推定いろは丸調査報告の中で、調査結果についての記述も紹介されました。調査結果によれば、その規模は中央部の幅は 5.5 メートル、長さ30メートル以上の細長い船体で、鉄線であることが判明した。マストが存在することや、滑車やロープなどがあることから搬送が可能であり、周辺の大量の石炭や操舵室とみられる船室内の鉄パイプ類から、蒸気機関を持つ船であったことも確認できる。また沈没地点は宇治島沖であり、汽船の主軸の方向ほぼ友港に向いている。このような調査結果、さらにその後の引き上げ品の数々から、間違いなくいろは丸であろうと断定されたのです。しかしまだまだ完全に調査が終わったわけではなく、龍馬が積み荷として紀州藩に主張していた鉄砲の引き上げや船底の調査など、これから解明されるであろう点が多々あるのです。幕末の時代を駆け巡り、世界を見渡し、新しい日本のあるべき姿を生み出そうとした坂本龍馬、そして龍馬や海援隊士たちの思いとともに沈んだいろは丸、いろは丸の事件を紐解けば龍馬の人間性が伝わってきます。現代の日本もまた政治の大きな転換期を迎えています。龍馬が起こした行動から我々が学ぶべきこともきっとあることでしょう。